一葉蘭は、蘭下一葉蘭属の地性の多年層。別名、人葉蘭、姫人葉蘭。地下の根茎は細く、短く、横に這い、根茎から一葉を出す。葉は、長さ1から2センチメートルの葉平があり、葉芯は、卵円形で、長さ3から6センチメートル、幅3から4センチメートルになり、先端は、やや二部頭、基部は、どん型となる。葉は、 多肉質で硬く、表面は青みを帯びた緑色で、光沢はない。花期は5から7月。花茎は直立して高さ10から20センチメートルになり、花茎には鞘状の鱗片葉が1から2個付き、花茎の先に1個の花をつける。ストは4角状楕円型で、長さ2から3ミリメートルになる。学辺と側壁は、長さ2から2.5センチメートルになる。 頭皮神経、または、線状皮神型で、先端は、やや二分頭になり、色は、単緑色で、紫色の反転がある。神弁は、高楕円型で下水し、白色で、紫色の反転があり、ほぼ中央で、側列辺と中列辺に三列する。二個の側列辺は、随中を囲って立ち、長さ2から3ミリメートルになる。高乱形で、先は紫色になる。 中列辺は長さ幅ともに約7ミリメートルになり、基部に2畳の隆起線があり、円はやや波状になる。随中は長さ10ミリメートルで、扁平な草び状強調楕円型となる。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、阿黄山帯や霊量で明るい林内に生育する。国外ではサハリン、千島列島に分布する。 和名の一葉蘭は一葉蘭の意で、葉が一枚しかつかないことによる。学名の俗名、ダクタロスタリックスは、ギリシア語で、ダクタローズ、指スタリックス、クイで、随中の形から来ており、主称名のリンギンズは、開口形の、口を広く開けたの意味。一葉蘭族は、蘭化の族の一つ。地下の根茎は細く短く、横に入、偽球形を作らない。 根茎の先に、卵円形で肉質の葉を1個つけ、傭兵があり、葉脈は、不鮮明である。家茎に1から2個の鞘や常用があり、茎先に1個のやや大型の花をつける。学辺及び、側弁は細長くほぼ同型で半壊する。新弁の背面がやや膨れ、気部に短い爪があり、虚はない。日本列島、千島列島、サハリンに分布し、本属には、 一応欄一種のみが知られている。ありがとうございます。